8対0でタイガースが快勝です。素晴らしい。文句なしの出来です。今日の先発ピッチャー、阪神は村上頌樹、そしてオリックスは日本のエース、山本由伸というところで、えー、両投手が投げ合いました。4回まではどっちも0対0。そして村上はパーフェクト。 4回まではね、ヒットも打たれてない、ファーボールも出してないという。一方、山本は2安打打たれたけども、ヒットらしいヒットじゃない、これはあの。詰まったあたりでポテンと落ちるようなヒットとか、内野の間の深いところ、三遊間の深いところのゴロを内野安打になったというぐらいから、完全なヒットは打たれてないという状況で。4回までのピッチングはどっちが良かったかというと、山本の方がすごい球は投げてた。 でも結果は村上の方がパーフェクトということで内容はちょっと勝ってたという。そういう試合でした。これが動いたのが5回よ。この5回はね、佐藤ルがね、流れ変えた。これ先頭バッターは佐藤、佐藤だったんやけども、佐藤が、えー、センター前ヒット打ったわけよ。ね。これは真ん中のちょっと内角寄りの高めのストレートや。 ちょっと苦手なコースやけど若干真ん中に人気たいんや内角やけどもね詰まりながらもセンター前に打ったんやゴロでなで、えー、ノーアウトでランナー出たノーアウトランナー一塁よねノーアウトのランナーやから大人だよ、えー、で次のノイジーの時に小形監督は佐藤に通りせと通りさせたんやでこれまああのー 近本中野は盗塁はあるやんか。いや、本は十分わかってるやんか。佐藤についてはそれほど経過してなかったやんな。だ意表をついた形の盗塁を指したわけや。そして佐藤がまあヘッドスライディングは先頭言ってほしいんやけど、ヘッドスライディングしてまあセーフになったやんやけどね。で、えー、まあ、ノイジー援護の空振りもしたけども。ということで、えー、ノーアウトをランナーが二塁に進んだと。ここでや。 ノイジーがちょっと頑張って、もう打てない感じがすごいあったんやけどね、フォークボールの内角のに追ってくる、低めに追ってくる球、コるくるくる空振りしてたから、これは打てへんなと思ってたんやけども、そのフォークをライトにフライを打ち上げたんや。で、これが、えー、2塁の佐藤が3塁に行くのには十分なフライだったわけよ。犠牲フライを打ったわけや。で、ノワンアウトでランナーが3塁まで、こう、 侵入することができたわけやねここは、あの、言いい流りを阪神としては。ノアウランナーを二塁に送って三塁まで送りましたと。で、ワンアウトはランナー三塁ですと。で、えー、ここで、今日は DH に使われているのは、なんと渡辺亮というところやったわけやな。これ、意外やったわ、渡辺亮を使うってう渡辺亮はこれ、初球を打つわけよ。真ん中、やや内角のシュート気味のためやった詰まったんや、155キロで詰まった。 詰まったけど、センターの前にポトンと落ちてるわけやな。で、三塁ランナーの佐藤テルは余裕で持ってホームインやわな。これで1点。で、ここで終わるかなと思ったら、終われへんだんや。で、この流れはまだ続いてて。で、木浪が次、ライト前ヒットで繋いだわけや。154キロのストレートを叩いたよ、見事に、うん。上手に打った。綺麗に打った。で、ここでワンアウト一塁二塁や。さっきの渡辺亮とね。 2人でランナー出たわけやからこれは送りたいやん。送りたいねんけども、坂本が失敗すんねん。フライ上げてしまうねん。ピッチャーに。ピッチャーフライやん。送りバント失敗。いうことで、ツーアウト、一塁二塁。ここまでかと思ったんだけども、まあ、でも近本やぞと。わからんよ、まだと思って。見てたら、近本は156キロのストレートを打ちましたよ。右中間、ライト、センター間を破るスリーベースヒットやと。いうことで、二人の一塁二塁のランナー、二人とも帰ってきたということで。これで3点になった。 あよう取ったなと。この3点、2点、2点タイムに近むと。これは効いたなと思ってて。できたらもうちょっと繋いでほしいなと。ランナー寒い4年からもう1人貸してほしいなと思ったら中野が外角低めのフォークボール。これもう見逃せばボールや。ストライクを見送ってて、ボールに手出したなと思ったけども、なんとかレフト前に運んだほんで1点、もう1点入ってて。4点。この回のこの攻撃は素晴らしかった。で、この試合はね、はっきり言って5回と、 お6回、まあ、ここはポイントなんやけども、5回でほぼ決まった。で、6回に3点入れて、これでもうダメを押して、確定させたんや。ねで。特にこの5回の攻防が一番大きかったよ、この試合では。で、まあ、先に4点取りました。で、タイガースは今度は5回のオーラになるんだけども、先頭バッターの今日う、4番に入ってる森やな。 森にすごい当たりを打たれたやあれもうホームラン制の当たりやったよな天井に当たらんかったらホームランちゃうかなあのままいってだから中島監督はこうやって回してたもんホームラン違うんか甲子園やったら入ってたでああかもなでまああのー、それが結局追ってけえへんでルール上これはツーベースいうことを認定されるわけやなね二塁に出たとノアーアウト2塁やこっちもノアーアウト2塁になったわけ で、えー、次5番に入ってるトングーや。トングー、トングーに対しては8球目まで粘られたんやけども、なんとか最後ストレートで三振取れたあの、ちょっと低かったように思ってんの。どっちとも取れるダメや。コースは入ってねえんけど、高いか低いか言うたら、ちょっと低いかもわからへんけど、坂本がうまく取ったよ。ストライクに見せたよ。ほんで、ストライクで言ってくれたから。助かった。あれは助かったよ。ラッキーやった。で、 今度はワンアウト二塁、ええー、いうことやな。ワンアウト二塁で呉林。呉林にはファーボールを与えてしまった。なんか投げにくかったんやろな。で、ワンアウト一塁二塁や。ワンアウト塁二塁。さっき阪神もワンアウト一塁二塁やったんや。ね。で、今度ゴンザレスや。なんかヤンキースから来たらしいよ。34歳で。な。これがまた粘るんや。で、あのー、村上がもう仕留めに行こうと思ってフォークボール投げんねんけど、みんな合わされんねん。 フォークボールがまたいい当たりすんねん。ホームラン性の当たりとかな。んで、今度は外角いっぱい投げたって、ストレート投げたって、ファールにするし、これ困ったなーっていうところで、最後10球目よ。内角とか目にストレート151キロ投げたら、セカンドフライに詰まらせたい。アウトになった。で、2アウト。1塁2塁。 最後、8番の若月を真ん中のフォークやったんやけど、甘い球やったんやけども、まあ、テルのところにゴロが、当たりのゴロやったけど、テルがしっかり取ってセカンドでやるとして、結局、ここらへ点に取った。点を取った、すぐ次の回とか、すぐ相手の攻撃では点をやったらあかんっていう、まあ、鉄則があるんやけども、そこを、あの、村上が踏ん張れるかな、どうかなっていう方を見れたわけよね。踏ん張ったから、あ、これでも今日勝てるなと思ったんや。 その勝てるなと思った、そのダメをしたのが、そんで、その次の回にピンチの後にチャンスありで6回に3点乗ったわけやな。もうちょっと長なったらあれなんで、その3点はここはしりますわ。な。はって。ね。で、これで7点入ったと。まあ、あと9回にもまた1点入れるんやけども、これで8点やと。で、村上は結局7回まで2安打で0点に抑えたと。あとは、もう7対やったら、 カジこの二人をどっち順番に投げさすか分からんけどもこの二人で十分ちゃうのって言ってたその通おり投げてきたわほんまにで二人とも三者五体に打ち取って結局2安打完封よ完封リレーよこれは思いもよらぬ結果やったなこれはーみんなそう思ってんちゃうもうやね勝ったところで1点2点の差で勝つやろしまあねまあはっきり言うて2対1とかな3対1とかな、ね、3対2とかな うん、そのぐらいでの試合になるなと、それでどっちが勝つかは、ワタリングってたほうが勝つに決まってんねそれがね。意外とさ、あのうん、佐々木、佐々木じゃないわあのどうっちの子をおったやん。佐々木朗希や佐々木朗希も意外と打つんやんかな。まあ、打つっていうか、あれは1対0で勝ったんやけどな。うん、そういうくらいに結構打つねんな、うん、勝つんやん。 オリックスの山本と、この村上が投げ合って、オリックスの山本が勝ったんや。あれは二対零かなんかで勝ったんや。どっちがえっと、オリックスか。うん。あの、阪神は二安打完封やった完封された交流戦の時はな。えーと、八回で二安打で零点に抑えられたんや。山本にな。逆に言うと、あのー、村上は八回投げて四安打やったけども、 失点2、自適点,点1という点を取られて負けたわけで、今日はそれのリベンジできたんだけどね、村上が。あよかったなと思うのと、で5回に4点タイガースが勝ったと。で、それにはあの流れ変えたんは、佐藤がランナーとして出た。で、盗塁さした、ね。意外と、佐藤出る走るって速いんやな。俺、ね、がまあ、私はキーマンに佐藤をあげてたけども。 それちゃうやんか、キーマン、これ、きっかけを作ったよ、それからまだキーマンに上げてるのは、近本、中野、木浪と上げてるわけやみんなそう、いう,うは今日、みんな活躍してくれてん、あのちなみにね、近本、中野は今日う3安打や、2人とも3案だ3案だよ、ね、3安打、3安打た。で、2人とも2打点、2打点やで、ほんでよ、ね、で木浪は2安打、1打点や、うんもうここ活躍してほしいところは活躍してくれたから。 はなどないやろう思うけどなまあ,あの守備固めと一回出すまた、ね、渡辺りより小野寺なんの方が良かったんじゃんまあな私はそう思うけどなまあ小野寺の方が打つと思うよやろう打てるよなんであの人出えへんな渡辺りはなお方チルドレンやなチルドレンやなで、うん、だから使いたいねんみたいな感じやねまあ使いたいねん岡田監督がどうしても使いたいねなんか使いたいねた、うんいいねでどうしても使うねんなであのー、まあ本当の というは伊原を D H でね指名打者で使った方がいいと思うんだけど、井戸原は大胆に残しておきたかったんやのな。そう思うわ。まあよかったよ。かったよ。今日はまあな,んかなん思ってたけど、ま。そうやな。ピッチャーは良かったし、バッターも点取れたし。ね、まああのー、ね。明日や。明日あの子や。 クライマックスではあかんかったこのね近本中野と不調やったんやけども売ったわなよかったよかった明日のピッチャーは誰やったかいな明日はオリックスやであオリックスは宮城やんかそうそうそ,うその子宮城その子は厄介やんか宮城はなかなかな頑張,るやん頑張るからなもうほんまにあの昭和のあのハングリー精神でやるからな,なんかもうあれやな巨人の星みたいな家やんそうや 明日西勇輝と宮城やからなこれはちょっと厳しいかも分からへんでも西勇輝も終盤良かったからそのいい時のピッチングができれば面白いよ明日はまあとりあえず最重要と私が言ってる第1戦目が取れたから良かったねあのー、よく日本シリーズは第2戦目が大事だって言うんやけども第1戦目が一番重要なんですよ、うん、絶対に 2> で2戦目って言うんか知らんけどなまあ2戦目は1戦目はほら 分かれへんやんやお互いにちょっと状況が手探りのやるようなもんやから近所やからしょっちゅう試合してるんちゃうんしょっちゅうはしてへん交流戦で一回やっただけやん<え>うん3試合やっただけやんだっ,だってあの2軍の試合はよやってるんやろ2軍はまあ同じウエスタンやからな、ね、や,やってるよでも2軍とちゃうからな1軍やからなまあそんなところで明日も楽しみですよね明日勝ったらひょっとしたら4連勝とか4勝1敗 まあ悪くても4勝2敗でタイガースですよ。明日もし勝てばね。もう間違いないですよ、それは。まあ、と思います。まあそういうことです。